今日も一日ノーマルミット外してワクワクだらけでいきましょう。よし、今日もメニューいってみようか。今日のメニューこれでいってみよう。東アフリカのことわざ、道に迷うことこそ道を知ることだ。道に迷うことこそ道を知ることだ。そういうことだな。やべえ、なんかゴールが見えねえ、どうやったらいいんだか全然わかんねえ、もう暗中模索全然わかんねえなっていうことこそ正解にたどり着く方法だってことだな。だからまあなんならうまくいかねえな、弱ったな、なんかこの道わかんない、道わかんなくなっちゃったなとかいう時こそ発見しつつある状態であるから、ウェルカムにしろってことだよ。そんなすぐにゴールなんかバンって見えない、道なんかバンって見えないね、見えねえな、わかんねえな、迷ったな、やべえなっていう時こそ吸収してってるってことだよな。大丈夫ですか。だからあなたもなんだかうまくいかねえなと思ってる時こそ急成長してってるから。この間さ、まあ、ちょっと実名は出さないけど、とある方のとあるものをちょっとこうプロモーションで売って差し上げるっていう仕事でやって、結構売りづらいものなんだよ。そしてまあまあそこそこお値段も高いもので、で最初まあこんな感じですかねっつってやってみて、蓋開けたらなんか10個ぐらいしか売れなくて、うわうわうわごめんなさいみたいな、いやでも10個売れたらいいですよ同じですよとか言ったんだけど、でも俺はそれで分かったんだよ。あ、なるほど、このやり方だったら10個しか売れねえのか、なるほど、じゃああそことあそこは直せるんだな今後なーつって2回目やったんだよ。1回目に悪かったなと思うところを改善して、そして同じもの売ったんだよ。そしたら今度70個売れて、そういうことだよ。お喜びしてたよその人。だからなんかうまくいかねえな、うまいやり方見つかんねえな、よくわかんねえなっていう時こそものすごい情報が入ってきてるから、情報とノウハウがね、それを生かしていこうぜ。そしたら正しい道が見える。そしてまた次のもっと険しい道、もっと分かりにくい道に挑戦していこうぜ。そういうことだよな、そういうことだよな。だから暗中模索の先だよ。暗中模索の先にしかねえな、ゴールはな。一回でパッと成功しちゃうなんて、そんなのは挑戦でもなんでもねえからさね。それにまつわってその隣に書いてある森重久弥さんの名言を読んでみたいと思います。森重久弥さんって分かりますか、若い方。あの名俳優ですよね、知床の岬にですよね。森重久弥さんっていうのはもうお亡くなりになられてますよね。生きていたら失礼だな。森重久弥さんお亡くなられてる 名俳優ですよね。あ、もう2009年にお亡くなりになられてるな、まあ、それ森重久弥さんどうでもいいや。これちょっとゆるポジ名言らしいんですけど、ボウフラが人を刺すような蚊になるまでは泥水のみのみ浮き沈み。おい、いい名言だね。ボウフラが人を刺すような蚊になるまでは泥水のみのみ浮き沈み。ボウフラっているでしょ、最近の現代っ子は分かんねえか。ボウフラっていうのが泥水の中でこのくらいちっちゃいクニ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 動いてる虫で、泥水の中でこう浮かんだり沈んだりしながらで蚊になるんだよな。だからまあ蚊は良くないけど、でもなんかこうブーンブーンブーンチカッピーみたいな、そういうすばしっこい生物になるまでは泥水の中で浮いたり沈んだりしながら、あの泥水を飲みながら浮いたり沈んだりしたことがあったから蚊になれたんだよみたいな話だよ。よくわかんないけどまあまあまあ、でもそういうことだよな。現在泥水を飲みながら浮き沈みしてる人もその先がある、答えが見つかる寸前だ、答えを見つけてる最中だね、と思っていこう。試行錯誤トライアンドエラー、ものすごく当たり前なことでまとめてしまいました。頑張っていきましょう。よろしいでした。